飛び立て働いてるので来てくださいって。どっちで、可愛い女の子の横に座ってるババアとして働いてるのか、可愛い女の子として働いてるのか、あのどっちどっち、そう飛び立て来てくださいはいいんだけど、どっちどっちどっちだろう、ババアなのか美女なのか、どっちなんだよ。その飛び立て働いてるのでって何なの、女の子の方ですっていう。いけるか、恥ずかしい。あ、そうなんだね。すごいね。飛び立て現役で働いてて、リスナーとして来てくれるなんて放送で。すごいね。すいません。ちょっとあの一部配信者の人が無許可で配信とかつけたりとかして、ほんとすいません。きつく言っときますんで。あそこはね、ダメなんですよね。料亭でね。古き良き時代のところでね。そういうことやるとね、大変ですからね。いるんですけど、一部ね。申し訳ございません。ぼかしたりはしませんけどもね。そう、ごく一部の人がね、外国人とかね、やる人がいるからね。そう、すいません、申し訳ございません。本当にそっとしとかなきゃいけないですけどね。訳ありの人もいますからね。すいません。いや、僕もね、人生で一回だけ行ったことあるんですよ。飛びたりね、若い頃に。本当にね、期待を胸に膨らませね、行ったんですよ。だけど、その飛びたりの情報を何も知らないでね。そう、なんかもうライトアップされてるわけですよ、綺麗な女の子たちが。うわ、めちゃめちゃ綺麗だなって。そしたら、おばちゃんがね、おいでおいでって言って。ね、寄ってきなましいとか言って誘われてね、これいいんじゃないかっつって、こうパッと見たらすごい綺麗なお姉さんだったんですよ。そしたらね、トン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 って階段登って、本当にあの鬼滅の刃に出てくるような館ですよ。カラ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 って開けたら、そこにねお布団が一つだけ敷いてあるんですよ。で、横にねちょっとこう折り紙とか置いてあって、本当に和の感じ、昭和ですよね、え古き良き時代ですよ、はぁっつって、で、あの待ってたらトン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 って女の子が来てくれたんですよ。ガラガラ開けて、失礼いたしますって入った瞬間、めっちゃババアだったんだよ。なんでやねんって言うから、もうライトで顔わかんなかったんだよ、真っ白になってて。鈴木その子みたいに。妖怪通り入っちゃったんだよ、俺間違えて。もう開けた瞬間、お母さんみたいなやつでできたんよ。嘘みたいな。みたいな。全然顔違うやんけ言って。ちょっと待って、今外通った人めっちゃ笑ってたわ。俺のトーク外の人まで受けた。声うるさいから外まで漏れるんやけど、今通った男の人クス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 って笑って通っていったけど、めっちゃウケた今うちの横の道路歩いてるおじさんにウケたやったリスナーだけじゃなくて、たまたま通りかかった通行人にウケたぞ俺のトーク。今丸聞こえたって今ハッ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 って笑って通っていった。うん、ウケたウケたね。えそう、一回だけそれだった。アメちゃんもらってよ、ペロペロ舐めながら。でもすごいよね、いい雰囲気だよね。俺でもね、風俗いかんからね。ちなみに何通りそこまで聞いちゃダメか。ちなみに何通りなんですか。妖怪じゃないよね。また妖怪じゃないよね。また妖怪じゃないですよね。ねえ。あ、青春です。おー。こいつら行きます、こいつら行きますから。好きなやついるから、飛びたが。ねえ、あの、チェックされますよ。チェックされますよ、本当に。こいつら、好きなやついるんで。いるいる。おじ太郎がメモってますよ、おじ太郎が。ひげ触りながら。ひげこうやってシコシコしながら。ヒゲシコシコしながら今、おじ太郎がロムってメモってますよ。ねえ、おじ太郎がシコシコしながら、ヒゲを。ねえ。Google ちゃん。いや、でもね、ほんとね、あの、やろうとも、男諸君はね、一回はね、行った方がいいよ、人生経験で。面白いから。そう。面白いというか、なんか、あの、ほんとに街の雰囲気が、いいんだよね。デリジョーと一緒にのりちゃん見てますって。こっちが恥ずかしいわ。なんでデリジョーを呼んで、配信見てんだよ。時間余ったの。お前、行くの早いんだよ。時間余ったんだろ、お前。どうせお前、ちょっと緊張してさ、120分とかにして、でも実際、80分ぐらいで済んじゃったんだろ。なあ、ほんで40分余ってっからよ、お前。横でデリジョーと、タバコ一服吸いながら、お前、ツイキャス見てんのか。なあ、どうせそうだろ。ソーローマンがよ、恥ずかしいわ。なあ、もう一発行けよ、40分残ってんだったらよ。男たるもの早く終わったんだったら、二発目だろうが。なあ、恥ずかしいわ、こっちが。今、どんな面して見てんだよ。なあ、感想聞いてみろ。私はいつまでもやりますので、よろしくお願いします。僕にとって配信は遊びじゃねえ。お疲れ様でした。 Thank you! です。